土地光正幸、1933年8月29日から1977年3月28日は、熊本県牛深市新海町出身で、春日野の部屋に所属した大相撲力士である。最高位は、東大関。身長176センチメートル、体重128キログラム。特異種は、左四つ、押し、寄り、上手投げ。農家の長男で、 中学生の時から宮相撲で活躍したが、天草に巡業に来た力士の一段を見て、土地式に見せられた。1952年、熊本県水俣市で開催された相撲大会に出場した時に春日ガ部ベの力士から勧誘され、父の反対を押し切って同部屋へ入門し、同年5月場所で初土俵。ひ力で吹きよながらも、 春スガの親方から押し相撲の基本を叩き込まれた。脇を固めはず押しで攻めるために、両脇に藁を挟んでの押しの稽古も課せられたが、無類の稽古熱心で師匠の指導を身につけていった。稽古熱心であったが好きであったわけではなく、こんな稽古、田舎にいた頃に比べればえでもないよと言って、一生懸命取り組んでいた。1 9 5四年五月場所にて、新十両となり、 1955年3月場所では10両で15戦、全勝優勝を成し遂げ、翌5月場所で入幕した。ここまで初土俵から5部の場所が1場所あるものの、負け越しがなかった。なお、15日制になってから10両で全勝優勝した力士は、土地光の他にうちが北の富士、バルト、土地の新の4人がいる。入幕後はすぐに上位に、進出。 1956年1月場所では、初日に、新大関の松登りを破り、4日目には、横綱、吉羽山から金星を挙げた。一時人マシンのために伸び悩んだ時期もあったが、1962年5月場所で3日目に、柏戸、12日目に、大宝の両横綱を破るなど13勝2敗と、好成績を挙げ、14勝1敗で優勝した弟、 デ子シュ地の海と同時に場所後に大関昇進を果たした。直前3場所前が西前頭4枚目での11勝であり、これが時点にも及ばないことから当時の感覚としてもやや甘めの大関昇進であった。好成績を上げながら幕内最高優勝には手が届かなかったものの、決して待ったをしない立派な土俵態度のために名大関と呼ばれた。出身地の 牛深にちなみ、ベコの異名があり、土俵態度そのままの実直で礼儀正しい人柄は、ファンや報道陣などから広く愛された。1965年9月場所から6勝9敗、5勝10敗、5勝10敗と、3場所連続で負け越して大関陥落が、決定的となり、1966年1月場所の、先週落限りで、現役引退した。 この場所12日目の柏戸戦でサバ織りを受けて、右膝から土俵に落ちたが、負けた土地光は、いつもの通り直立不動の姿勢で土俵に一礼して、引き上げ、その土俵態度の良さから監修が、よくやったぞ。土地光と声を上げ、盛んな拍手が湧き上がった。引退後は年寄り、地下の裏を襲名し、春日野の部屋の名コ地として、土地家をよく助けていた。 親方時代には勝負審判を務めており、1969年3月場所2日目、大砲が戸田に連勝を45で止められた正規の大御審の時に土俵下から物言いをつけた検査役が千賀の裏であり、1972年1月場所8日目北の富士高の花線で、北の富士の右手が突き手かかばいてかで先に物言いをつけたのも千賀の裏だった。 1977年3月28日、直腸癌のため、東京都中央区内の病院で逝去。43歳没。ありがとうございます。